おはようございます。こんにちは。こんばんは。フィリピン愛です。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。南コタバタ州の電力協同組合は、持続的な停電の中で料金を引き上げました。南コタバタ州を大部分にサービスを提供している電力協同組合ソコテコ1は、国営のナショナルパワーコーポレーションの発電所の定期メンテナンスシャットダウンに起因する高い発電コストのため、電気料金の引き上げを発表しました。数時間にわたる頻繁な停電にうんざりした電力消費者たちは、南コタバタ電力協同組合ソコテコ1が、4月の電気消費量に対して1キロワット時あたり27セントボの追加料金が請求されることを発表したことに不満を抱きました。ソコテコ1の財務マネージャーであるフランシス・イアン・フェドックは、定期メンテナンスシャットダウンのために、協同組合が代替供給業者から電力を調達しなければならず、それにより発電料金が上昇したと述べました。これまで1キロワット時あたり15ペソで設定されていた住宅用電気料金は、現在 16.11 ペソに引き上げられました。月間消費量が200キロワットの消費者にとって、これは5月の請求書に54ペソの追加料金が発生することを意味します。低い電力料金の要望に対し、ソコテコ1は白熱電球の代わりに LED ライトを使用したり、使われていない電化製品を切断したり、定期的にエアコンを清掃するなど、消費者が省エネ対策を取ることを提案しました。エドックは以前、より多くの消費者基盤があれば、固定費をより均等に分散できるため、協同組合の電気料金を引き下げることができると述べました。ソコテコ1は、不満を抱く消費者からの厳しい批判に直面しており、ヘイトスピーチを行うユーザーに対しては、ソーシャルメディアページへのアクセスをブロックする警告を発しています。南コタバタ州知事のレイナルド・タマヨ・ジュニアは、すでにいくつかの団体がソコテコ1に対する大規模な行動を計画していると述べましたが、公の懸念や感情は平和な対話を通じて解決されるべきだと提案しました。南コタバタ州の役人や電力消費者は、数ヶ月にわたる持続的な停電に対する電力協同組合の対応不足に対して失望を表明しています。彼らは、劣悪なサービスを提供するにもかかわらず、電力料金を引き上げたことに対して協同組合を非難しました。電子機器店を営むデリアース9は、これは同時に2つの苦境です。停電でお金を失い、それでも電気料金を増やさなければなりません。と嘆きました。タマヨ知事もこれらの感情を共有し、協同組合が深刻な懸念を解決しなかったことで、州は機会を失っていると述べました。彼は州が最近数人の外国投資家を迎え、投資やビジネスの立ち上げに意欲的であったことを示しました。しかし、信頼性のない電力サービスは、この地域でのビジネス展開に大きな障害となっています。タマヨ知事は、日本、中国、韓国からの潜在的な投資家がこの地域の高い電力費用に懸念を示していると述べました。私たちの地域でどのようなひどい電力サービスの中で、彼らはビジネスを行えるのでしょうか?と彼は言いました。タマヨ知事は、ソコテコ1の経営陣がメンバー消費者の意見を無視し、サービスの質の低さにもかかわらず料金を引き上げたことを非難しました。彼は協同組合に対して、直ちに消費者との対話を開始し、相互に有益な解決策を見つけるよう求めました。コロナダル市長のエリオルドージナは、市内で頻発する停電はソコテコ1内部に、潜在的な問題があることを示していると述べました。彼は内部の問題を解決し、消費者に安定した電力供給を確保するよう求めました。役人たちは、住民や事業者がすでに停電の結果に苦しんでいると述べました。停電時、大規模な企業は発電機に頼るものの、燃料費用が増加します。一方、小規模な企業は電力が復旧するまで業務を再開することができません。
玉代知事は以前、協同組合が消費者の要求を無視し、料金を引き上げながらサービスの質を改善するために、州政府がソコテコ1の管理を引き継ぐことができると提案しました。ソコテコ1は、フランチャイズが2029年に期限切れとなる電力を南コタバト州の、バンガ、スララ、サントニーニョ、ノララ、レイクセブ、トボリ、タンパカン、タンタンダン、およびコロナダルシティ、さらにスルタンクダラット州のルタヤンとマブインダナオ州のパナパンに配電しています。以上となります。今日も目に留まったニュースをピックアップしました。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録といいねボタンのクリックよろしくお願いします。私のやる気のバイタミンになります。よろしくお願いします。またチャンネル登録いただいた方へ大変ありがとうございます。大変嬉しく思っております。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。